バース抜粛で、マジ、そんな入っとう人おらんかったな。時代かな、やっぱ時代っぽいね。え、パパマジ何でも買ってくれる、何でも買ってくれるから、服の買い物に行こう。でも服なんかあんまりなー、ないねんな、買い物行くって言っても。夜はみんなでって言ってもみんな誰もいないですね。パパとレナと弟はもうよくわからない。弟は休みだから、泊まりに行ってんのかな、多分おらん気がする。多分帰ってないので泊まりに行ってるのかな、友達の家。へえ、普段曲げ流行ってたんや。コンバースとかマジでファッション以外流行ってないな。今のバッシュでコンバースの人ちょっとおらんかもしれんな。なんやろな、アシックスとか、レナアシックスだった、ずっと10年間。もう同じ方ですね。でもたまにバッシュって同じ方だけど、なんかレベル変わるんです、レベルアップするんだよな、やっぱりものですからね。バージョンアップするんですけど、バージョンアップしたらもう最悪って感じでした。もう同じ方の同じサイズで慣れてるから。多分弟が買い物行くなら弟が帰ってきてから行くかなって感じ。アウトレット毎週行ってた、兵庫いる時。毎週日曜日行ってましたね。まあちょっとそれは言い過ぎかもしれんけど、ナイキはちょっと足の幅が合わなくて、バッシュは、バッシュに関してはナイキは一回も履いたことないかも。バッシュ一回履いて失敗して、そっから一回も履いてないかな。マジでバッシュはもうアシックスオンリーですね。マジあれほど履きやすいものはない、ほんまに。みんなマジよろしく、みんなアシックス。マジで最高、マジで最高です。弟普通に友達の家、彼女とかできてないですね。お、朝レナウォーキングしてんの偉いね。ジョーダンとか絶対履けへん、痛すぎて。ジャポーンですね、もう同じ形ずっと。もうアシックスはアシックスでもちょっと形が違ったらめっちゃ違和感やから、多分痛くはないんやろうけど違和感みたいな。だからもう同じやつですね、小学校2年生ぐらいから同じやつ、中学高校まで履いてた。どの先輩が一番好きとかないです。ちょっとプーマとかちょっとごめんけど論外かも。ちょっとごめん、ちょっと分かり合えへんわ、プーマとか言ってくる人は。今日も仕事なん、頑張って。そのなんか変ななんちゃらモードはいらんけど頑張って。痛い手が国産勇気です。やばい、目かゆいけど描いたら。でも涙袋は描いてもなんかぷっくりするかな、精神で耐えてる。目が赤くなるからあれやけど。あ、野球の人は確かに水のみんな履いてた気がする。でも野球もアシックスなかった。履けれの足のサイズ23ですね。 22.5 か23。アシックスはちょっとバッシュ以外触れたことないかも。バッシュとあの長距離の靴ぐらいかな。
イベントで。そうなんや、サンダのアウトレットしか行かんな。学校帰りとかは三井行ってた、神戸の。けど家族で行くときはだいたいサンダかな。れなちゃんはこれから寝るけど、なんか起きててもいいかなっていう狭間、寝ても寝なくてもいいかなみたいな感じですかね。プーマってカンガルーなんや、トラかと思ってた。弟とかはジョーダンの場所でしたね、ずっと。逆に弟はナイキしか履いてないんじゃない。アシックスとかめっちゃ勧めてたけど、そんなん足痛くなんでみたいなやっぱ足の形によるんかなみたいな感じかな。アシックスとか履いてなかったな。まあ、男の子はさ、やっぱかっこいい方がいいしさって感じやん。こっちはちょっと動きやすいのをちょっと優先しちゃって。ね、アシックスいいよね。確かにワイの推しメンさんと絡めたらいいな。またちょっと S 出なな、そろそろマジでっていう話はしてるんですが、ちょっとね、いろいろね、大学もありながら他のアンダーとかあって、サンダのアウトレット行ったら銀だこを絶対買う。銀だことクレープ銀だこがねあるの、サンダマジいいよ。あれな、マジ良きです。お酒くん、ふむくん、面白いでしょ。え、ほんまに？そうなん、かきれないやん。じゃあ、うん、イオンあるね。あそこのイオン行くよ。行きます、行きます、全然行く。夜勤偉すぎ、頑張って、ファイト、ドン。弟もバスケ、今もバスケしてる。大学でもバスケする。弟に関してはもう16年ぐらいバスケしてるんじゃない、高校入れたら。13年目かな、今年。分からん、覚えてない、人のことは人のことはちょっと覚えてないですね、いいじゃん、銀だこが一番好きなんやけどえ、でもたこ焼きめっちゃ好きやねん今知った、嘘やん。やれのさ、結構大学行ってますからね。いや、行ってないけど結構普通に嘘全然嘘やったなんか大学よりアンダーを優先しちゃって、なんか周りの子は結構単位取ってるからほんまに焦ってる。まあ通信やからいいかなみたいな精神で行ってるけど。そう、弟バスケで大学行きます。ついこの間あれだった、面接受験。いや全然、弟全然頑張ってほしいって感じ学校の時自分好きだったんですけど、どうした、いいやん、青春やん。自分がバスケ部、いいじゃんいいじゃん、青春やん。全然そんなんあんまなかったな、なんかジョバスとドンバス
がカップルとかなかったかな、案外中学高校なかった。まあ高校はちょっとジョバスって女子校だからあれけどなかった、マジでなかった。中学の時も、もうなんかおかしいやつしかおらんよな、中学の男の子って頭いかれてる人だからちょっとおらなかったな、周りにもおらんかったな。おもろいよな、でも周りからしたら可愛いっぽい。通信でさ、入学式ないのに学祭とかあると思ってる？ないに決まってるじゃん。そんな当たり前だけど。卒業式もないんじゃね？多分。ないか。そらないか。ないですね。兵庫に卵の中プリンになってる。え、それ兵庫かな。卵の殻にあのプリン入ってるやつ。え、東京じゃないんあれって。東京か神奈川？いや分からんけど。え、あれ兵庫なんかな。あれっていうかなんかそういうお土産がたくさんあるかも。え、なんかレナアウトオブ48の時にマネージャーさんが差し入れてくれた卵の殻にプリンが入った差し入れがあって、なんかえ東京かなとか思って、東京か神奈川やったイメージがあったんやけど、ちょっと覚えてないけど、それみたいなやつがあるのかな。兵庫のお土産にも神戸プリンとかはあるけど、卒業単位を取ったら卒業証書をもらえるけど卒業式はないですね。そら通信の人って卒業する時が違うから。え、絶対に投稿 しないとダメな日とか全然あるけど、全然お金払っていけませんって言ってる。だっていけへんもんだっていけないもん、公演があるからさアンダー制服の目じゃなくてアンダーやったとしてもさ、誰が踊れるのってなるじゃん、人数いないし。だから案件優先 NG ですね、そういう時は。案件が入ったらそっち優先しますっていう。あ、お花の形のクッキーあるよね アイドルね、優先だけど大学も行きたいのに行けないっていう状態ですね。いやマジ高校の同級生とか一緒合わんと思う、普通にこの間また連絡してみたいな言われたけど、多分一生合わへん気がする。合わない気がしますね。ニコヤンはもう出番ないやん。え、それやったらさ、ちょっとポジション変わるから、なんかかきれのとこ覚えてくれるそんなん言うならポジション変わるとかもあるじゃないですかねえ出番ないやんとか言わんとって、頑張ってるのに え、そんなプリンあるんだ。北の偉人館のところってこと？北の坂、もう街で会いました、この間友達に。友達って言っていいのかわからないけど、かきれのの人生に出てきた同級生結構しいよ。大変だから出番ないとか言わないで。え、卵サイズってこと、プレインが。へー、うん、マジ大学に普通に寄付だけしてる。普通になんか寄付だけしてるって感じ。普通にほんまにやばい、寄
気がする。大学行かなけど、限りなく大学優先したところで、まあ、優先するとしても他の大学生いるし、花なんとかも大学あるし、学校ないのがゆあにゃんとココハだけやから、だからそれ以外の子は高校もあるから、レナが大学で休んで誰かが出れるってなっても、誰その他も学校だから、学校に行ってない2人は出てくれてるからさ、だから誰かが学業をね、学業よりこっちを優先しないと回らないのでまあ行きたいですよ大学ね、正直ね、まあ、言ったらもう普通の本科生がいいもん毎日大学行きたい、友達とか欲しいし、スクールライフも送りたいけど、まあそれはねできない現状だから、なんか人生2つ行きたいなって思う。なんかアイドルじゃなかった人生と今の人生、別に今の人生が嫌なわけじゃないんですけど、アイドルじゃなかった人生も送りたかったなって、魔法使えるならまあ使えないから意味ないんだけどね。あははは、おはよう、中学校やめてマジ人生にこう送りたいなって感じ。そっか、キレナの膝は手術しないと治らないので、別にもう治したいとかいう意思はないです。特に治らないもんなんだよね。大学行きたいっていうか、今の現状はマジで行けへんくて辛いから、なんか行けへんのも嫌やし、でも行けたところで通信やしみたいな、だからなんか大学にちゃんと行けてた人生を送りたい。いやー、2つか。何が60日なの？終われな。綺麗なアイドルになってなかった、大好きになってなかった、嬉しい、こういう言葉が嬉しいよ、マジ嬉しすぎ、それはめちゃ嬉しいな。だからなんか今行きたい、今大学に行きたいっていうより、なんか今大学に行きたかったらこっち休業でも何でもして行ってると思うんですけど、そのもう一つのね、何も考えなくただの大学生になりたかったっていう感じかな。まあそういう時もありますよね。でもさ、次の人生でもう一回アイドルになるか、なれるか、なれるからなれ、なるかなれないか選べるってなったら、どっち選ぶのかなこれめっちゃ自分で気になるな。アイドルね確かに次は男の子になって普通の人生かなうん、男の子に生まれたいと思います。あ、しまったの、やめて、かけるのスピン何も映ってないやんしじみしか映ってない、しじみ一つしか映ってないうん
どうなんやろ、男の子、女の子に生まれてって感じ。一旦ね、アイドルになるかどうか。みんなに会えるならアイドルになりたいかな。え、めっちゃいいこと言ったくない今。めっちゃいいこと言ったよね。めっちゃいいこと言ったくない。大学の選択も間違ったね。名古屋にも通信大学ぐらいね。え、否定的なこと言わないで。別に間違ってないから、ちゃんと行ってるし、行ってるし行ける距離だし。否定的、悲しくなる。まあそんなつもりはないと思うねんけどな。名古屋の大学にしたらよかったんちゃんみたいな感覚で言ってるんだろうけど。自分が脳で自分が向いてる。え、どういうこと？今の仕事ライスでやりたくないなみたいな思ったら逆に向いてるってこと？じゃあ例えばレナが今アイドルはもうライスでやらんかなって思ったら逆に今の仕事が向いてるってこと？そんなことある？もうやりたくないって思ってるのにさ、今向いてるとかあるんかな、この仕事。どうなんやろ。エレナ教、先のこと言ってもった。うそやん、未来、いつ未来のこと言った。あー、もう生まれ変わる話まで言ってもったな。生まれ変わったら大学生かみたいな。大学生っていうか何、あ、アイドルやるかどうかみたいな。え、めっちゃもう今の人生すら終わってないのに。今の人生の半分すら言ってないのにね。1年後とか10年後とかもそんな話じゃなかった。いいこと言ってくれるかもしれてたのに。優しい、ありがとう。優しいよ、ありがとう。ワイ？ワイもアイドルが良かった。ほんまに？じゃあワイの分まで楽しもう。はじめまして。未来というかもうね、来世、それな、来世、来世行った。生まれ変わったらな、どうなんやろ。まあ、とりあえずでも一旦アイドルの生まれ変わりは置いといて、生まれ変わったら男の子で行きたいなって思うな。まあ、でも女の子もないよな。けど女の子に生まれるならアイドルはしたくないかも。普通の大学生やったらまあまあまあ。とりあえず男の子で生まれ変わりたいな。どう？男の子のみんな。男の子ではないかもやけど。楽しいですか？男の子。男の子楽しい？あじこじさん迷ってます。そうなの？悲しいね。いいんじゃない。でもさまようの賛成派なので、私も、私がねもし卒業するってなったら全然もう次の日とかにみんな違う推しの子を推しといてほしいぐらい。なんかみんながちょっと鬱になるかなみたいな。レナがおらんか楽しやったらな、楽しやったら鬱なるかなみたいな。だからなんか全然鬱になってほしくないから、大切なみんながね。っていう思いはありましたね。思いはありますね。あ、来世も、来世はペンライトをピンク ×5 ぐらいにしとくわ。オードワイルでアイドルでいくわ。
え、マジなんかもう分からん、男の子が分からん最近もう高校の時も女子校やったし、まあ、地元の子とはちょっと遊んだりしてたからあれやけど、マジでなんか男の子のファッションとかも全然分からん。なんか弟もずっとさ、練習着やし、お兄ちゃんとかももうインスタとかも見てないしさ、一番上とか海外おるしさ、今どんな流行りなんやろ。まあ、女の子の流行りは一応分かるやん。だからいや男の子も大変やと思うけどな。うん、かわいい、 I love you、 かわいいよかわいいよ。楽しそう男子、確かに友達なろう。来世レナが無事男の子で生まれてきたら友達なろか、みんな友達なろか。男子校は絶対選ばんな、多分男でも嫌やん、なんかちょっと嫌やな男子校は。絶対楽しくないでしょ男子校って、男の子でも。女子やからそう思うんやってって思われそうやけど、楽しくないでしょ男子校は、男でも弟見て楽しそうって思わんもん。女子校はまあ楽しいですけど、まあ、女子校楽しかったら男子校も楽しいんかな、分からんけど、どうなんやろ。ボダッダボ、あ、ボダッとしてってたやばい、ファッション用語すら言えへんくなった。ダボッとしたファッションが流行ってるんやん。ふーん、全然兄弟来てないしって感じやな。そうなんや、おたそつはするけど見つけるんや。おたそつしてないんじゃんそれ。流行りより自分が着たいものを着るのがいい。え、絶対流行り派、レナは。流行りの服を自分が着たい派。自分の着たい服とかなくない流行り以外。だってさ、これ流行っててこれ可愛いみたいな。この新作可愛い、これゲットしようで可愛いってなるやん。で、なんかウサギの耳がついた服を一年中着ときたいですみたいなさ。これが自分の着たい服ですみたいな服ってなくない、あんまり。着たい服ってなんなんやろ。黄色の服とか、色みたいな黄色の服はマストみたいな言っちゃえば分からんけど、男子校はちょっときついな。午後宿、頭いいやつやん。頭極端にいいか極端に悪いかどっちか高校私服は、いや高校私服つらいな。ジャージャーなれないやったらもう毎日自分の好きな服とかみんなあるん？ないねんけど。え、毎年さ夏服もさ全部一気に変わるし、1年に1回しか着ないとか全然あるし、冬服も上着とか全然1年に1回買い替えちゃう流行りで。分からんけどえ、流行ってる服以外ってのどんな服ジーパンに白シャツ的な決してバカにしてるのかじゃなくて、おはよう、え、自分の着たい服って何？例えばどんな服なんやろ。着たいものを教えてほしい。ジーパンはマストですとかさ、あよ。でもさ服屋さんに売ってる服って大体流行ってるものやん。分からんけど、古着とかシンプル、はあ、
Tシャツ的な。あよ。え、外やばい？ガチ？昨日の夜は結構なんかマシかなって思ってた。思ってたけど。今寒いのか。今はもう暖房つけて顔真っ赤になってる。なんかレナは気づいたことがあって、暖房つけたらもう顔が真っ赤になるってことが分かりました。そんな汗とか全然かいてないし、全然暑いとも思ってないけど、結構顔面真っ赤か。マネキンがやばい。めっちゃおもろいねんけど、マネキンがワンピース以外買ったことないな。まあなんとかなるよね。てかそれが一番可愛いとかあるもんな。系統がいつも同じってこと？ジーパン多めみたいな。だからシンプルのシャツ多め的な。どうなんやろ。いい感じです。あ、いいね、まあ、そういう系か。系統ね。え、もう鼻声やばいねんけど、アレルギーで。もうずっとくしゃみ出るしさ。ん？夜半なんや。お、オール飲み会おつ、おつです。すぐ顔赤くなる。ワンピースってどっちのワンピースやろ。なんかワンピースの話してもたから、服の。どっちのワンピースも好き。まず誰で誰でラジオ体操中。やばいやばいやばい。え、ラジオ体操って6時半やっけ。いや、そんなん関係ないけど、セルフラジオ体操やから。めっちゃおもろいねんけど、歌ってんのやばい。中学生やん。中学生であったんやけど、ラジオ体操のテストとか。ね、無理。テストなうやん。あよ。確かに、薬切れてきた可能性ある。けど、もうパジャマとかもコロコロして、もう、やけど、全然気ついてたわ。え、同じ服を何着も持ってる。もうそれファッション楽しい。まあまあまあ、でもそういう人もいるよね。なんか毎日同じ服に見えて洗濯してますみたいな。書きれないやん。冬の学校終わりの書きれないやん。同じパーカー。アニメでした。服の話の流れやったからね、思ったけど。え、やば、バキって言った。アニメね。海賊王の方ね。海賊王ね、いいよね。おもろいよね。スーツレナ持ってない。持ってないですね。え、神戸22度。マジでそんなあったかいんや、兵庫県。一人か集団か。集団ならまだ見れるような。ラジオ体操、あ、まあまあまあ、なんか集まるラジオ体操の会なんやなみたいなって感じやけど、一人やんな絶対。死ぬ、おもろいねんけど。いい年下とか言ってあげんとって。もうどの年下おじさんでもいいよ、ラジオ体操やっても別に。いい年になってたらさ、ラジオ体操やったかみたいな。普通に笑える、おもろいな。うん、やばい、唇痛いよ、笑ったら乾燥して。ないねん、兵庫にパジャマ。可愛いパジャマないんですよ。だから変な青い人着てる。青い人になってる。よろしくお願いします。おもろいですね。そうですね、君の選んでほしいよ、もう。いやいやいや、逆にさ、レナが今さ聞いたのに、今の流行りって何って。男の人の服の。
同じやつ受けるってこととか言うからやんな。いやマジで毎日さ洗濯してるから、あのパーカーほんまに。で、あの言っていい、いやもう何回も言ってるねんけど、実家やったらさ、あの乾燥機ついてるじゃないですか。なんか夜に配信して、あのもう次の日の朝には乾いてるから、学校にも着ていける状態ってことね。まあ、着ていかなかったけどね。そう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 、えマジで乾燥機問題これは結構。えでもなんか高校でもなんかあのワイシャツ、あのボタンいっぱいついてるシャツがあって、でなんかピンクと白があって2枚ね。でなんか、えレナって毎日ピンク着てないみたいな、洗濯してるんとか言われて、してるわ。ピンクの方が可愛いからさ、まあ、可愛いしさ、なんか朝洗濯かごの上からもうそれを着て撮る、撮って着るから、だからなんか毎日それになるんですよ。えねパジャマ買うわ、 GU 行こう。え今 GU なんかコラボしてるかな、なんかワンピースじゃないわ、何やったっけ、あの魔法使い、なんちゃらなんちゃらパトローナムのやつ、何やったっけ、ユニバの、ユニバのっていうか映画、ハリポタだ。おお公園、家年下おじさん、ラジオ体操してから公園行ってくださいね、おすすめだよ。学生の頃のジャージはないですね、捨てました、全部。ジャージの生地ってめちゃくちゃ嫌いやねんな、なんかあのザラザラしてる感じね、マジ全く可愛くないねんけど、パジャマっていうかもうスポーツの服っていう、もうマジ論外すぎて。ジャージのさ素材ってめっちゃ苦手、なんか痛くない？えマジ洗濯してない疑惑マジで出てたよね。あの首までさボタンあるしカットシャツ、え何あのシャツってさ何っていうの、いやアイロンなんかしたことないで、制服で。だってさそのシャツ着て上にカーディガン着るやん、しわくちゃでも分からへんやん。やしなんかスカートにインするからどうせしわくちゃになるし、マジアイロンって何みたいな、アイロンとかマジ意味が分かりやすいんで。いらないですアイロン。えだってさアイロンとかつけるときなくない？アイロンとかやる？やらなくない？だってさ、まあ、シャツは一旦上に着込むからカーディガンとか、まあ、でもカーディガンは布が薄いからアイロンいらない。で半袖の場合、まあ、半袖も上にカーディガン着るから、カーディガンかベスト着るからいらない。でなんか半袖はシャツとセーラー服あったんですけど、セーラー服の生地もなんかパツッとタイプ、なんか固めやからアイロンなんかしない、まあ、しなくてもそれくしゃくしゃにならないし、まあ、わからない、周りから見たらくしゃくしゃかもしれないけど。で、まあ、ブレーザーは確かにいるかもしれないけど、ブレーザーは着ないから冬、ダウン着て学校に行くので、ブレーザーはもうカバンの中にぐしゃぐしゃにして入れてるだけで、なんか始業式とかの時だけブレーザー着てたから、それ以外ブレーザーは持って行ってもないから、なんかアイロンとかいらないですね。だから久々に着るブレーザーがマジくしゃくしゃすぎてマジでやばい、もうみんなにめっちゃ笑われてた、なんでそんなくしゃくしゃなん。でもみんなくしゃくしゃみんなくしゃくしゃでした、始業式とかなんか特別な時に着なダメなんですけど。え夏とかマジでもうくしゃくしゃ、夏の方がくしゃくしゃわからんくない？スカートとかも大丈夫大丈夫、確かにスカート全然大丈夫かな。まあ、スカート持ったらくしゃくしゃになるしさ、いいかなって感じかな。学校の制服まだあるかな、 T シャツなんかないかもしれへん、もう捨てちゃったかも多分。めっちゃ可愛かったから、いつかみんなに、まあ、学校バレると思ってたから、いつかバレて卒業して
なんか切れる時あったらなって思ってたんですけど、まあ学校側に迷惑かかるかもしれないし、まあそんなことするファンの人はあんまりいないと思うんですけど、ちょっとかきれのファンの人はちょっとわからないから何しでかすかわからん人が結構いるのでだからちょっと捨てた気がする。なんかお母さんに聞かれて最初は置いてたんよ、なんかいつか切れたらいいなと思って。めっちゃ可愛い制服やから、マジリボンとかもめちゃくちゃ可愛いし、だからなんか一応置いといてみたいな言ってたんですけど、まあ置いとく意味ないかなと思って確か捨てちゃった気がするあ、初見さん250ありがとうそうやねん、ちょっと結構ファン不信ごめん結構さ、なんか学校とかにさ、かきれの高校ですかみたいな言う可能性の人結構大なんかいるかないるかもしれんなみたいな、まあ個性だからね、そういうのもそういうのしたくなっちゃうのはまあ個性だから、まあそういうのも見据えてなんかまあやめとこうみたいな、捨てた方がいいかなってまあ知り合いにね、年下の子とかもいなかったからさ、その高校に入るよとかもいなかったから、まあいいかなみたいな感じメール管理え、でもなんかマジレナの高校のリボン可愛すぎて、なんか盗作っていうの、なんかその学校の柄のやつを盗んで、でなんか何盗作っていうされて、普通になんかコスプレ制服のリボンとかで普通になんかネットで売られてる。あ、でもメルカリなんかな、あれ多分過去の先輩とかがメルカリであげてるのかな、その学校の卒業生が、分からんけどそうそうそう、え、かきれなとこの高校なのみたいなさ、ちょっとなっちゃったらあるかなみたいな思ってなんかやめてみたそういう人おるかもしれないなって、かきれなのファンに思ってやめてみました、今回はいやね、リボンは結構売られてるよね、けど制服も売られてるのかな、ちょっと終わったら見てみるわメルカリで。でもマジ可愛くて、なんかインフルエンサーの子がなんかコスプレでそのリボン、私の学校のリボンをつけてて、え？みたいな、なんで？と思ってって思ったら、なんかコスプレですってコメント欄に書いてて、売られてるんやと思って感じ踊ってみた、かきれなの高校の前で踊ってみたかきれなの高校特定して、かきれなの高校の前で踊ってみたちょっとみんなやったらしでかすかもしれへんから、それぐらいだからちょっとやめてみました。え、マジ可愛い、ほんまに可愛い、評価がだからそこ当たりに行けません。そうなん、兵庫おいで、今ならかきれの名がいるよでも兵庫な、何があるって言われてもさ、ここがめっちゃいいねんとかあんまり言えないからな。え、マジそれ、制服可愛いを売りにしてちょっとその制服詐欺に引っかかったやつです、私マジ制服詐欺に引っかかった、最悪と思って。迷惑系 YouTuber とかじゃなくて、迷惑系かけるのファンいるなぁ、いるかもしれないえ、マジ可愛いね、めっちゃ可愛い、ほんまに可愛い一で待ってます、普通はこっちに頑張って会いに行くねみたいな方でしょ、いつか会いに行くねみたいな、違かった。兵庫いいよね、兵庫今日なんか花火大会がやってた気がしてんのけど、ちょっとどこかは全くわからない、加古川かな、分からんけど、花火大会この時期にって思うけど、加古川かどっかは確かこの時期に花火大会なんですよ。ロケにラーメン食べに行く、そうなん、ラーメンね、いいよね、ラーメン食べたい、ラーメン食べたいな。え、マジ制服かわいいくせに校則厳しい、
ほんまに意味やからん。なんかめちゃくちゃ可愛い制服やのにめちゃくちゃダサく着さされるみたいな、え、マジで大丈夫みたいなもうほんまにマジ最悪って感じ神奈川ね、帰りたい。年越す時は毎年神奈川なんですけど、今年はちょっと無理っぽいので悲しいですね、本当にね。でも神奈川もちょっと怪しいから、もうどこも怪しい。え、マジヌートリアとか全国に大量にいるでしょって思ったんですけど、いたらダメな生物なんだよね確か。兵庫のラーメン屋さんね、まあ美味しいとかありますけど、でもどうなんやろ。花火大会案外あるよね、11月なのに。めっちゃ可愛い、強くない、小桜でキスされる、え、そう、マジでさ最悪じゃねって感じ。マジでめっちゃくちゃ可愛いのに、もう首とかもう首短みたいなぐらいボタンもつけられて、んでなんかあの昔のヤンキーですかぐらいスカートとか長いし、長い子は長いし、なんかなんやろうな、なんか腕まくりとかもダメだった。なんか腕のボタンまでしっかり締めなさいみたいな。ハニワとかもダメだし、カバンとかも指定カバンだったの。この時期に兵庫にカニを食べに行った。おーいいね、兵庫ね、いいよね。日本海の方かな、カニ有名よね。うんうん、腰で巻いてみ、そんなんあるんや、腰で巻くとかあんの、すっごい。でもなんか制服作るときに身長を高く言うみたいな身長高く言ったらいいみたいな、お母さんが言ってた。高く低く言ったらなんかいいよってなって、周りよりか短かった。でもマジでさ、なんか身長とかも、え、なんかたまにさ身長とか普通に言っても、そうなんかスカート測る人によるんかも分からへんねんけど、あ、ね、着る人いるよねなんかいるけど、カニはあんま食べないかなあんま食べないかも。なんかモサモサ系がちょっとあんまり苦手で、でも食べたら全然大丈夫やねん。なんかお肉とかもなんか全然水分足りてるんだけど、なんか想像してカニを食べる想像をしたらなんかモサモサ系やクッキーみたいな、わかる？なんか牛乳欲しいクッキーみたいな、なんか鶏肉とかさ豚肉とかもそうやけど感じで、なんか食べたらあー美味しいみたいな、でわかる、なんかあ、パサパサ、間違った、モサモサじゃなかった、パサパサやった、パサ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 、わかる、え、嬉しい、分かってくれて、パサ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 でした、でした、モサモサじゃなくてなんかパサパサしたイメージがなんか食べる前は毎回ついちゃって、でも食べたらやっぱパサパサじゃないじゃん、美味しいじゃんってなるねんけど、食べごちそうさまって終わって、なんかまあまたなんかまたちょっとも空いて、なんかカニです、あーカニかー、パサパサやん、美味しいみたいななんかもさもさの、あ、パサパサのイメージがなんかイメージなんですよ。なんか食べたら全然大丈夫やねんけど、なんかなぁ、ちょっとなぁ、あ、ポテト、え、でもなんか芋はなんかポテイトは大丈夫なんですけど、いや、芋、なんか芋ポテはちょっと確かに、まああれなの、カリカリポテト派なのでだからあれなんやけどって感じ。なんかイメージがな消えへんねんな、パサパサのじゃあウゴウゴも間違ってるんかもしれん、モサモサと一緒系で
ちょっと怪我に要素入っちゃった、もさもさは痛い小指、怪我に要素入りました。終わろう、そろそろ。なんか15分テロップがさ、毎回さ見えない気がする。レナだけ見えないのって。牛乳飲めないんですよね、私。牛乳が飲めなくて残念ながらごめん、めっちゃ急やんな、急でごめん。そう、なんか鶏とかお肉みたいなパサパサ感、水分欲しくなっちゃうねみたいな、なイメージがカニにも見えるんだよね。そこはミルチ幸せ、ありがとう、こっちも幸せだったよ。見えない方がいい。でもさ、なんか見ようとしてないだけ。でもなんかさ、こうやって見てたらさ、ここにさテロップ出るから分かると思うねんな。けどなんかもう鼻声しゃべんのやめとくな。気持ちも回避してる。疲れてくれて嬉しいな、ありがとう。え、こないださ朝配信でさ、なんかこの間朝配信で、限りなは女の子のファンも少なければガチ恋勢も少ないみたいなだったんですけど、今日の配信はちょっと女の子多めで嬉しい嬉しいです男の子もたくさんいて嬉しい。ガチ恋勢はまあ一人なのかな。今日も限りなのガチ恋勢は一人なのかなっていうね、見解なんですけど、どうなんですかね。結構ガチ恋要素たくさんって思うんだけどね。違う、それは違うそれは違うかな。ガチ恋やぞ、嘘ですね。嬉しいというか当たり前みたいな、嬉しいというか当たり前じゃね、かける流し恋はちょ、多いのとかさ聞かれたら、ちょっとなんか多いかどうかは分からないっていう返答になってしまいそうなんですがなってしまいそうなんですが、多いといえば、まあ、分からないんだけど、じゃあ皆様に言ってください。優しい、初見さん優しい。身長2m50cmなのかな、優しい、ありがとうん笑うな皆様、いつもシーンは私気づかなかったけど、綺麗なメイクがついてみて気づきました、嬉しい。通知切らないでまあまあ全体のね、全体の通知ね、いいよいいよ、全然7時までね切っていいよまあまあまあ、ガチ恋ってことですよねいやいや、隠れガチ恋もおかしいけどね。なんで隠れてるん、なんかねえ、なんか公にガチ恋って言ったらバカにされる人ですみたいな感じになってない、隠れってつけたら全然隠れてもらうんで結構なんやけどな8年前やめてね、ちょっとかけれな調べは普通になんかねおるよね、多分とかじゃなくて 100% おる気がする、 100% おる気がするっていうか、多分 95% ぐらい。なんかこの全体、かけれな班全体の円グラフを作ったとして 95% ぐらいはガチ恋勢やな。これはまあ 100% なんだけど、さ、なんかレナが悩んでるところは、あと 5% の人をどうやったらガチ恋にさせるかっていうね、円グラフを作成しているんですが、今なんか 95%100% っていう感じですね。ガチ恋の子のファン増えてね、いやいや、レナ女の子にモテるから、そうそうそう、マジかけれな女の子にモテるからさ、ごめんね男の子たち、今見てる男の子たちごめんね、ちょっと本当にちょっと本当にごめんね
いや、ファン警戒しなあかんから、やっぱやっぱね、そう、みんなのことは全然信用してるんですけど、はい、そうね、はい、そうですね。いやいやいや、モテるよ。てか誰にだってモテるから、犬にだって猫にだってモテるしね、動物にだってモテる。普通に普通にごめんけど、なんか否定みたいな感じじゃない、みんな否定みたいな感じじゃない、なんか、いや、かきれなはちょっと違うよみたいなコメントがたくさんあるんだけど、なんでだろうなおもろすぎて、え、かわいすぎてとかじゃない。普通ガチ恋の壁は、普通ガチ恋の壁はかわいい、かわいい、かわいいやと思うね、この壁って。おもろすぎ、まあ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 、まあ、でも可愛い女っておもろいよな、そういうことねかきれなちゃん推しの女の子結構少ないからいや違うねん、違うねん、違うねん、少ないって言ったらなんかモテるっていうのが嘘になってもかもしれへんけど、結構かきれなはあのモテるんですよね、女の子に。けどなんかまあまあ、これも女の子のファンを円グラフにしてみると、まあ 3% ぐらいがレディーかな少ないよね、レディー 3%。 いや、まあ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 、これから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 、ガチいないんじゃない、もういないに近いよこれ普通に。まあ、単押しに関してはもう、まあ一旦置いといて、そう、なんかもう単押しに関しては男の子もちょっと一旦置いといて一旦ね置いといてモテれなのはずなんだけど、なんかね、おかしいよね。まあ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 、ちょっとまあみんな、じゃあ次の握手会はなんかカツラとかかぶってなんかフリフリスカートとか入ってくれて、なんか桜ファンしてください。なんか結構桜コメで収まってたんですけど、桜ファン、桜ファンよろしくお願いします。 PR ファンよろしくお願いしますそう、ガチガチほぼおらん、円グラフ散歩やから普通に、棒グラフにしても3、まあ、100人と考えてね、 100% 100人と考えて貴重な書き流し小銭の、ほんまに、ほんま、ほんまに、ほんまに3倍に入れてください。嬉しい、嬉しい、嬉しいよ。 4% に増えないかな桜ファン、桜ファン、うんうん、ちょっとそうやねん、今月のはさ、もう売り切れちゃってるから、その女の子来てーとか言うのはちょっと言えない、そのもう桜ファンでどうにかするしかないっていう。だから一旦髪の毛をまあレナの真似してで、まあじゃあね、どんな服着るやろレナ、ちょっと衣装着るっけな、もう着れへんかったっけ、え、ちょっと忘れたんですけど、まあ、一旦スカートはマストで、まあまあまあって感じかな。で、桜ファンよろしく。んで、ちょっと周りからなんか、え、かきれなさ円グラフにしたら、え、もう 95% 女の子ファンじゃん、え、かきれなすごすぎ、え、しかもあの女の子たちもうガチ恋じゃん全員、え、すごっ、なんかちょっとガタイ大きい人もいるけどなんか声も低い人もいるけどうなぎやばいひげも生えてる人がいる、もうあれは影かなみたいな。桜ファン、まあ、周りから見たらさ結構いいんじゃない、成功じゃない、結構ね成功だと思いますよ。結構かきれの作戦いいかも、周りから見たら
ガタイガタイ大きい人ね。いいじゃん、いいよいいよ、スポーツしてるかもしれないし。よくない、いい気がするけど、どう？違う違う違う、捕まるとかじゃなくて、そういうなんかあのなんていうの、怪しまれるとかそういう意識を持ってたらなりきれないので、かぎれののお桜ファンにそういうね恥ずかしさ捨てて、はい、捨ててもらって桜ファンになってください。よろしくお願いします。レフェンに逆にやばいやばい、本物失う、本物のサンパーファン失ってまう。マジかきファンちょっと頑張ってもらって、もう誰もおらんくなる逆に。あそこやばい、あそこのレインやばい。やばなる、やばい。いやね、頭はもうなんかツルツルでも何でもいいんですよ、もうね、そう長くなるからね、髪の毛はね、もう頭のことなんか気にしなくていいんだよみんな。それなんかもう気にしてる人もいるかもしれないんだけど、普段、え違う、これはなんかあのいじってるとかじゃなくてね、普通に普通に真剣に真剣にね、そうなんかもう気にしなくていいんだよ、かきれののマネをしたら、かきれのの桜ファンになったら気にしなくていいんだよ髪の毛とか。え、よくない、全然。そうそうそう、恥ずかしさなんてね、いらないんだよそういうのはね。じゃないとあの本物の桜ファンになれないよっつう話だよ。あ、そっか、本人確認あるんか。そうやそうや。やばいやばいやばい、力がある。やばい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 、どんどん減っていく、本物減っていく、本物サンパーファン減っていく。ねえ、その関係ないんだよね。そう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 、関係ない関係ない。歌流す。おもろい。はい、よろしくお願いしますってことで、まあ、みんなで円グラフをね、3% から、まあ、目指して、まあ、まあ一発目だから、まあ、目指して 80% ぐらいに行きたいよね。みんなでみんなで協力していこう。これはなんか協力しないとダメだから、これはね結構、はい、お願いします。すいませんね、こんなお願いをみんなにしちゃって、まあ、みんなならできると信じているし、なんか楽しみに待っています、それをね。よろしくお願いします。はい、すいません、じゃあ終わりますね、すいません。失礼します。すいません、失礼しますね。申し訳ないことを言ったがため、清く引いていく。許す、ありがとう。いや 3% ガチ、これリアルリアルガチ 3% じゃね、普通に。オタクはレナオタクはリアルガチ 2% かもしれん。で、ま、握手会に行ってもいいかなって思ってくれてるパーセントはリアルガチ 5% ぐらい。ほんまにほんまにほんまにやばい。でも100人やと考えて、100人もおるんかっつう話なんですけど、まずちょっと全員含めて、まあ今んとこ3から 5% ぐらいな気がするから、うーんとか言って、でも100人3換算したらマジおらん気がするね。ゼロやめて。まあゼロではないことはね確かなので。ちょっとゼロはね、言い過ぎ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 、ゼロ言い過ぎ、ゼロ言い過ぎやって。あー、かぎれなちゃん語れる友達おらんか。ちょっと頑張ってさ、ちょっとかぎれなも頑張るな、みんながさ、かぎれなちゃんを語れる友達ができるようにちょっと頑張るわ。切ないやめて。
そうやな、気になったらな。ってことはなんかあの気になりましたで遠くから来てくれた子とかやったらもうパーセントに入れても OK ってことかな、かな。 OK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 。 ちょっとその言葉を聞いてね安心しました、ありがとうございます。言い過ぎやって。じゃあさようなら、みんな今日も頑張ろうね。まあ今日は日曜日なので日曜でお仕事ある人は頑張ってもらって、はい、かきれなちょっと今日はねないので、なんか楽しく過ごしたいと思います。はい、だったら10人ぐらいおるかな、ギリギリ10人。かきれなやめて、おもろ。ありがとうみんな、またね。今日は何するんだろうみんな、今日は何しましたかみんな、あ、まあ、何するんですかっていうのはじゃあバブルで送りますので返信してね。バイバーイ、おやすみ。痛い唇、みんなも乾燥気をつけてね。もうかきれな、もう絶賛、あっちも喋るのやめとくわ、ここら辺で。バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。多分、え、待って、多分レナみんなに全然会えへん気がする。次の18日の K2 公演、時間がない公演まで多分みんなと会う予定ほんまにないと思うから、みんなちょっとかけるな、あの寂しならんようにちょっとね、まあなんとかしといて。大事なとこできっとなんとかしといて、寂しならんようになんとかしといて。じゃあねー。え、マジ予定ないよね、結構予定なくてビビる。案外そんなもんなんかな、分からんけど。バイバーイね、ショールームで会おうね。バイバーイ、さいなら。確かに今だけか。今週来週ぐらいかな。バイバーイ、おやすみ、おやすみっていうか今日も頑張ろうね、楽しもうね。